Guilty Gear Exile。レオ、聞こえるか？良好だ、カイ。この回線から連絡をよこしたということは、俺の意図が伝わったようだな。ええ。では、やはりバビロンの惨劇は元老院の仕業ということだな。ええ、間違いない。よし、詳しく聞かせてくれ。なんだ、どうした？いや、すまない。こちらの情報はこの短期間で一気に膨らんでしまった。正直、それを共有できる相手がいることがこんなに心強くありがたいとは思わなかった。やれやれ、気持ちはわかるが隠密行動はまだ先が長い。襟は正しておく。そのことだが、もうコソコソするのはやめにしよう。どういうことだ？信頼できるレオがイルリアにいてくれてよかったということだ。待て、話が見えない。無理を承知で頼みがある。ある人物を解放し権限を与えてもらいたい。それでこの事件の対策は大きく進むはずだ。やれやれ、予定では敵の戦力を分散してその隙に君に会いに来るつもりだったんだけどね。ま、結果的に君と二人きりで話せているわけだから、よしとしようか。あなたは？いや、また会ったね。ここは？君の夢の中だよ。僕の体が君の近くに来れたから侵入できたというわけだ。もっとも、すでに僕の支配下にあるわけだから僕の夢とも言えるけどね。何者なの？僕のことはベッドマンとでも呼んでくれたまえ。君のお母さんからお使いを頼まれてきた。母さんの？聞いてない。そりゃそうさ。僕は言うなれば君の上司だ。今回の作戦の監督といった立場だね。だからもちろん最後の最後まで知っている。あなたは人形じゃないの？母さんがそんなものを信用するはずがない。僕は特別なんだよ。人形は人形、例外はない。まったく融通が効かないな。僕から見たら君の方がよっぽど人形なんだけどね。でもまあ仕方ないか。やっぱり君も使い捨ての道具だったってことかな。そう、私は道具。母さんは道具しか愛さない。愛だって？言葉の使い方を間違ってるよ。わかってる。だけど、道具にすらならないものを母さんは必要としない。ならば聞こう。なんで君は自爆しなかった？こうして捕虜になっている間にいくらでも機会はあったはずだ。道具としての役目を果たせていないじゃないか。エルが私の力を束縛している。エル？ああ、君の妹か。なるほど。君たちはお互いに力の制御ができるのだったね。まったくめんどくさい設定だな。エルのことを知っているなんて、あなたは本当に母さんの使いなの？さて、どうしたものか。こうなると僕が君を処理することになるが。母さんがそれを望んでいるの？そうだ。君はゆりかごの目的地を知っている。それが敵に知られれば、作戦がすべてご破算になるかもしれないからね。心配しなくても私は話さない。信頼していい。信頼ね。その言葉も間違ってるよ。信頼っていうのは仲間同士で使う言葉だ。仲間？そう。仲間は一人一人違いがあって替えのきかないものだ。僕のようにね。
君のような道具と違って誰でもいいってわけじゃないんだ。違いがある方がいいの。道具は必要な時に必要なことができればいいはず。母さんはそれが一番大事だって言っていた。それは君の理解力が未成熟。私は違うではないの。感情がないと違うにはなれないの。僕は何をやってるんだ、こんな人形を相手に。もういい、悪いけど終わりにさせてもらうよ。これは君のお母さんの意思だ。分かった、私を処分して。でも一つお願いがある。お願い？あの犬も一緒に連れて行けない？君は捕まってる間に何があった？本当に感情があるじゃないか。これでは人間と変わりない。なんてことだ、こんな少女を僕に殺せというのか。誰か来る、一旦退散するよ。また来ちゃったぜ。あ、なんだ寝てたのか、悪い。シン。あ？なぜあなたがここに来るんだ。何度も言わせるな、お前を笑わせるためだ。それに何の意味があるの。私を笑わせることができても、あなたたち人形の得にはならない。損得の問題じゃねえよ、俺がただそうしたいだけだ。私は道具、与えられた使命を果たす以外に何の価値もない。だから得にならない行動を好むあなたたちの気持ちというやつが理解できない。それが何かの、誰かの利益になるの。利益とか難しい言葉使うなよな。俺が何か思うことにいちいち説明とか理由が必要なのか。私は正しい答えを出さなくてはいけない。それ以外の余計な行動も許されてはいない。正しい答えってなんだよ。親父とかカイとかみんながまずいって言ってるもんを俺がうまいって思うことは間違いなのか。そんなの人それぞれだろ。仮にどっちが正しいなんて答えがあったとしても、俺はそれをうまいって思ったんだったらそれでいいじゃねえか。あなたの例えはちょっとわからない。ああもうだからよ。ああそうだ、じゃあラムは神様ってやつを信じるか。神、概念的なものと存在としての具体的な対象の定義は理解しているけど、私はそのどちらも証明に至るほどの情報は。ちげえよ、ラムがどう思ってるかだよ。バーガーを送った時に自分だけの感想があっただろ、それと同じだよ。だからわからない。しょうがねえな。じゃあ見本を見せてやるよ、窓の外見ようぜ。本当はこれを一緒に見ようと思ってここに来たんだ。綺麗だって思わねえか。わからない。それはラムが表現できる言葉を知らないだけだ。俺はさ、超綺麗だって思うね。超？ああ、俺にはそれだけで十分だ。この気持ち、この景色も、何か難しい言葉とか理屈で説明されたくないんだ。だったら、この空は神様が作ったから美しいって言われた方が楽しいね。だから俺は、
神様ってやつがいるべきだって思ってる。これは正しくないか？それは願いだ。存在の表面ではない。そうだよ。でも何でもかんでも白黒はっきりしてなくたっていいんだよ。だからラムも自分がこうじゃなきゃいけないなんて決めつけなくたっていいんだ。でもそれでは私は道具にはなれない。違うよ、ラムは道具なんかじゃない。違う？あ？てめえ、いつの間に！シン、ベトマンは私を処理しに来ただけ。犬を連れて行きたいと私が言ったから、あいつも殺された。あなたに危害は加えない。何言ってんだよ、処理ふざけんな。犬はすまなかったね。でもこれが一番手っ取り早く分かりやすいと思ったんだ。君にはどうやら感情がある。だから代わりという意味を知るべきだ。代わり？そう、現在犬の種類は682種類確認されていて、イルリア国内だけで3120万匹が存在している。ましてや魔法犬ともなれば、さっきの子と全く同じものだって作れるんだ。つまりいくらでも代わりはいい。撫でてごらん。違う違う、これじゃない。どうして同じ犬なのに何が違うの？そうだ、これが代わりということだ。でも君は前の犬が好きだったんだよね。みんながそれぞれ違うの。違うの。ラム、説明してくれないか。どうしてラムレザルを処分しなかった？こっちが説明してもらいたい。君は知っていたはずだ。僕は少女に手は下せない。どうして彼女たちに感情なんか与えたんだ。これは完全にミスキャストだ。君の責任だぞ。それとも僕も必要ないというのなら、どうぞあとは一人でやってくれたまえ。わかった。悪かったよ。だから落ち着いてくれ。絶対確定世界の実現には君が必要だ。僕も悪かった。しかしこうなるとゆりかごの目的地が割れることを覚悟しなければならない。そうだね。彼らの行動を止められるかな。僕も伊達や水郷でやってるわけではないけど、この命に代えても絶対確定世界は実現させる。ああ、頼りにしている。